どうもこんにちは、タブジョーと申します。よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。今日はなんとスペシャルゲストが来ております。ではゲストの方お願いします。スペシャルってなんだっけ。刻んでいこうぜ、ヨシキ。はい、決まりました。TKD プロジェクトヨシキさんです。よろしくお願いします。いや、今日来てください。ありがとうございます。はい、ということなんですけれども、ちょっとヨシキさんに、はい、毎回言おうかなと思って言わなかったことがあるんですよ。はいはい、でも今日言おうかなと思うんですよ。何？はい、何？俺告られる？いやー、そういう系ではないんで。はい、はい、ではない。前。僕、タムジョーの動画で、はい、なんか72秒で、はい、400帰ってくるまで帰れませんとか、はい、あと 1000m 3分ぐらいで帰ってくるまで終われませんとか、はい、そういうのやったんですよ。体内時計企画か。体内時計企画やったんですよ、はいはい、そしたらその後に、はい、ユシキさんが、はい、400を77秒7で来るまで帰れませんみたいなのをあげてたんですよ。あ、あげたね。その動画の時に、はい、いや、タムジョー甘いぞと。72秒台で来ればいいとかじゃなくて、はい、ユシキさんは77秒7で来ないといけないから、はい、あいつ甘いぞみたいな感じでちょっと言ってたのを目にしました。見ちゃった。はい、見ました。え、ってことはもしかしてこれ今日、はい、直接対決したよ。来た、とうとう。あ、なるほどね。あ、面白い面白い。体内時計長距離、はい、お二人2人やってますけど、はい、どっちがあんのかっていうのを、はい、直接やっちゃおうと。あ、まあそうだね。いう企画です。あ、はい、あ、やりましょう、やりましょう。望むところですよ、はい、いいですか、はい、あ、じゃあ分かりました。ヨシキさんの企画やります。77秒7で400、はい、どっちが近くで来れるかっていうので、はい、一発勝負です。一発勝負、一発でもう決めます。もし、はいはい、負けたら、はい、負けた方は、はい、この企画、はい、一生できません。あ、それ僕にも関わるんでやめてもらっていいですか。俺が勝ったらタムジョーもこの企画ぴったり入ってこ来ないといけない企画はできなくなる。3ヶ月にしよう。3ヶ月しよう。最近みんな頑張ってるから。そうだね、3ヶ月にしよう。3ヶ月3ヶ月しかやない。はい、わかりました、はい、いう感じで、はい、いきたいと思います。わかりました、やりましょう、やりましょう、はい、では、いきます。それでは早速やってましょう。タムジョーさん、あ、どうもこんにちは。あ、どうも。久しぶりのヨシキとの直接対決ですけど。そうですね、ヨシキさんと2人で対決っていうのは超久しぶりなんですよね。久しぶりだよね。約1年ぶりぐらい、うんうん、なのでちょっと燃えてます。燃えてます。でも勝負ごとで負けたくないと。負けたくないね、いうことなので勝っちゃいます。頼むわ。いっちゃいます。頑張ってください。やっちゃいます。やっちゃってください。負けません。どうですか。どうですか。まあ正直言いますと、うん、マジで自信ある。だってあんだけ477秒7で走らされたら、それは体を覚えるでしょ。とうとうタムジョーに勝つ気が来た。今日は勝ちたいね。だって俺こんぐらいの企画じゃなきゃ勝てるとこないよ。あの時ラスト1本があの結末で終わったのは今日のためです。いってらっしゃい。いってきます。さあ、どっちから決まるか、どうぞ。じゃあ、勝った方が決められるって。オッケー、最初はグッジャッキポイ。そうだな、最初いきます。おー、先行スタイル。じゃんけんに勝って先行。はい、先行です。ちょっと本当はタムジョーチャンネルだから、タムを2本目にした方がいいっていう気が使えるYouTuber です。噛むな。いいとこで。いいとこで。じゃあ先行ヨシキで。ヨシキさんお願いします。はい、はい、いきます。よーい、スタート。はい、どうー。あ、早いなー、早いなー。じゃあタムとしっかり頑張ってください。はい、今20秒遅すぎる。感覚がちゃんと覚えてる。覚えてる。片手で覚えてる。で3分20のペーランなんてね、長距離選手はね、よくやるもんね。確か38秒、38秒ぐらいやね、通過が。そう、通過38。うん、なるほどね。そのまま行くのね。そう。どう、感覚は。いや、これで合ってる。合ってる。いや、絶対合ってるっしょ。忘れました。知らない、そんなもの。知らないですね。どんぐらいだろう。
だしな、1個目ぶっちゃけ玉ちゃん、この今スピード見てどうですか。いやどうですかね、74楽しそうだな。80ぐらいかかってランニングで言うと80ぐらいの気がします。74とかだったらすごい話してますさあ、よしきさん、ラスト。おっと、どうなのか。おっと、最後合わせていく合わせていく。いや、なんか松崎が途中で煽ってくんだよ。え、合ってるこれみたいな。ちょっと不安になった最後は。今日なんか80秒っぽかったっすよ。え、そういうことはねえだろ。え、そうですか。あれは80じゃないよな。あれは80じゃない。絶妙に77秒7。ダメだ、今日感覚おかしいな。よし、行くぞ。はい、行きます。行きます。行きます。よーい、スタート。よし、始まりました。ハン君、あれ、ヨシキとはちょっと違う入りかも。そうですか。作戦は大体3分15ペースだと思うんですよ、1000m、うん、なので、距離走を思い出していくと、うん、大事かな、まあそうだよね、これ、どうだろう、ちょっと早いか、あ、でも遅いかな77って意外と早いのか。200通過です。引き上がって大体40ぐらいかな今。ちょっと遅いと。そうですね、ちょっと上げようかな。ちょっと後半上げます。なるほどね。でも上げすぎるとダメなんですよね。じゃあこっからの100大事だね。こっからですね。さあ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 、ラスト100となりました。これいけるかも。いけるかも。いやー、どうだろう。え、ちょっと遅かったんじゃない。3イニングいきましょう。遅かったっすかね。はい、ということでお二人お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ俺から行こうか。よしさん行っちゃう。はい。いや、めっちゃ怖いこれ。よしさんの結果、はい、82秒。80。え、待ってください。え、俺の方見んなよ。え、タテさん82秒80。え、ちょ、ちょ待ってください。やばい。さあ、これもうサービスも来ません、一生。え、じゃあタムは、え、タムの結果、え、84秒87ということで勝者よしき。あ、ちょっと、よしきですか。これ2チャンネル3ヶ月なしの方がいいんじゃない。3チャンネル。いや、俺も勝者よしきやったじゃない。やったじゃない。じゃない。え、じゃないね。いもう一回やりたい。マジ悔しいもん。受ける。あ、じゃあいいですか、一緒に行きません。あ、一緒に力を合わせて一緒に。いいよ。いや、力、いや、勝負っす。一緒に行って早く行くのもいいし、遅く行くのもいい。分かった分かった。オッケー、一緒に行きますか。ラスト一本、ラスト一本ちょっと一緒に行って、あとはまあ自分を信じて自分でゴールすると。はい、オッケー。今の感覚で。よし、よし、大丈夫ですか。はい、行きます。よーい、ゴー。重すぎる。こんなもん四角クソ落とすやん。なにこれ。ちょっと顔が取りにき。よしき、冷静ですよ。あ、冷静なんだこれ。冷静ですね、これ。ああ、まあ確かに完全にタムジョが煽ってるだけで。完全にタムジョをよしきで最後使って。お、来た。
い、ということでね、対決終了しましたということで、これで真の勝者が決まると。そうだね。ということなので、もう結果分かってますか？分かってます。分かりました。では、結果発表お願いします。今回、77秒7に近かった方を発表したいと思います。お願いします。はい。今回の勝者。よしよしよいしょ。よろしくし、はい、あ、タイム。さあ、喜んでいいのかも。あ、タイムどうぞ。さあ、マジで。タイム。タイム。はい。ゆしきさんがね。はい。44。もう。で、玉城が74秒33。ああ。三秒以上あります。誤差。三秒以上。もう終わる。計算すると来ないでしょ。いや、それぐらいむずいってことですよね。意外となかなか時計つけないで走るのが難しいんですよ。そうなんだ。はい、やってほしいですよ。いや、みんなやってみて、マジで。なんで3秒もずれてんだって思ってると思うんですけど、やったら分かる。そう、そう、大体あの1本目分かんなくて、2本目調整ではこんぐらいか、で3本目で本当はいけるんだよ。ああ、そうですね、1、2本目で大体こんぐらいかんねみたいな。そう、今回の結果で、ヨシさんも3ヶ月間、ディグリープロジェクトで上がらないと。できないよ。この動画は上がらない、もう挑戦権がない、なし。できないよ。お前のせいで。ない。俺のせいか。めっちゃ怒ってます。ごめんな。それでも、楽しいって言って。はい、いや、本当ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。また、はい、なんか対応しましょう。はい。はい。はい、ということで本日は 400m77 秒7をよしきさんと対決でした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイビー。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。